はい、こんにちは、河村海佐です。本日からですね、ついに JPSA 最終戦があるため、今から宮崎に向かっていきたいと思います。今時刻は朝4時過ぎです。久々の早起きなんですけども、まあ試合がね、最後の試合が行われるということで、まあ、今から準備をして向かっていきたいと思います。釘沼でね、コナオレアリーさんがやってくるこの辺がね、多分釘沼のセッションが多分1個前に上がってると思うので、そちらの方ぜひまだ見てない方はチェックしていただけたら嬉しいなというふうに思ってます。もう釘沼史上最強のセッションで、もう超大盛り上がりした、僕が一番釘沼セッションでストークした内容になってるので、ちょっと長いんですけどすごい面白いんで、ぜひチェックしてみてください。というわけで今から準備して向かっていきたいと思います。空港に着陸しました。安全のためシートベルト着用のサインが消えるまでシート、はい、宮崎空港に着いちゃいました。ちょっとバタバタで全然撮る時間がなくて余裕がなかったので、もういきなり空港からスタートになってます。そして今回のカメラマン兼バディはルイ君です。はい、おはようございます。おはようございます。危なかったですね、いろいろ。いや全然人多すぎて思ったよりも時間が余裕なくてすげえ早く着いたのにね、はい、めちゃくちゃギリギリだった、ね、そうですね、1時間前に到着したけど結構バタバタでした。だね、はい、まあもう空港、宮崎空港着いて、ここからレンタカー借りて、はい、海目指して行きたいと思うんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、無事にレンタカーを借りることができて、これから試合会場に向かっていきたいと思います。で、今回はですね、レンタカー、アロハレンタカーさんでお借りすることになりました。うちの親父もずっと借りてるみたいで、すごい快適な車を用意していただきました。まあ、これでこの宮崎ライフをね、過ごしていきたいなというふうに思うので、いいっすね、ルイ君。最高です。結構やっぱでかい車宮崎ねがいいなと思ってたんで、今回こんぐらいでかい車借りれたんで、ちょっとこれで楽しみながら試合に向けて頑張っていきたいと思います。はい、会場の桜ヶ浜ビーチに到着しました。僕ここ来んのね、どんぐらいだろう、もう多分 4,5 年ぐらい来てないんじゃないかな。ここで試合前、QS の試合がやってたんですけど、まあその時よく来てたんですけど、 JP で来んのは多分初めてかな。ルイ君どうすか。自分このビーチは初めて来ました。初めて、はい、宮崎も、まあ、そんなに来たことないですけど、うん、でもあんまりまあ、サーフィンはそのいろんなとこでやったことないんで初っすね。いいっすね、はい、ちょっと、まあ、ルイ君も後で時間あったら、はい、セッションやれたらやっていきましょう。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。はい、準備できたんで一発目のサーフィン行っていきたいと思います。今日はニューボードゲットしまして、まあ、実は結構前から持ってたんですけど、ちょっと乗るタイミングがなくて、またこの一発目でいきなり試合前に乗ることになっちゃったんですけどもしかしていきなり調子いいかもしれないんで、ちょっとテストしてみようと思います。で、ボードシャープアイサーボードの HT2 で、これは普通の PU で、長さ、数値がですね59ハーフで、幅が 18.63、 厚みが 2.33 で、ボリュームリッターが 25.3 リッターになってます。まあちょっとデカめのサイズですね。で、フィン、これコナオレアリーさんが使ってた JS のラージのフィンです。これを使ってちょっとピンも板も初テストということでやってみたいと思います。ピンは合わなかったらすぐシャープアイのピンもあるんで、そっちの方が慣れてるんで変えてみて、まあ、とりあえずここの波は昔からやってるんで大体は分かるんですけど、まあ久々のサーフなんで、ちょっと試しながらいろいろね、自分とフィーリングを合わせられるようにちょっとやっていきたいと思うので、ルイ君よろしくお願いします。お願いします。さあ、これから海佐君、宮崎でのね、初サーフ入水していきます。ここはね、オクラヶ浜といって、まあ、宮崎の日向にあるんですけど、かなりね、波がサイズ、今日はね頭近くあるのかな、まあ、肩ぐらいですかね。波はバンバン入ってきてるので、かなりね、プロの方たちも入っていて見応えのあるセッションになってます。まあ、ただね、撮影側としては結構こう波とね、前の波と重なってしまうので見失っちゃうね確率が高いんですけど、まあね、しっかりと目を離さないようにしてね撮っていきたいと思います。お願いします。
この辺にね、カイサ君いるはずなんですけど、あ、いましたね。波がね、重なっちゃうんですよね。セットが来ると全くね、見えなくなります。Sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. さあ、ボードとね、フィンの調子はどうでしょうかね。両方ともね、おニューなので若干こうまだね、慣れてない部分もあると思うんですけど、今のね、バックサイド見た感じだと、まあフィーリングは悪くなさそうですね。一発目のカーブとかもすごいスムースで綺麗でしたね。ただ2発目、まあ、いつもだったらね、もっと思いっきりフィン抜いてアクションしてくるんですけど、若干抑え気味だったかなという風に見えましたね。さあ、またもや海作を見失いましたね。どこにいるのでしょうか。あ、これかな。結構ね、難しいです。2分に1回ぐらい見失ってますね。なかなかね、こうしかもね、砂浜から撮ってるんですけど、結構波のね、サイズがあるんで、ちょっとね、波重なっちゃうんですよね。多分これっぽいですね。ようやく見つかりました。よかったです。わあ、今の波一発目多分決めてたんですけど、取れなかったですね。思ったよりも左にいて追いつけなかったですね。すいません。いやー、難しいです。波もね、結構難しそうですけど、撮るのも難しいです。さあ、見てる感じね、まだボードに完全にフィットしきってないように見えますね。若干ね、当てるタイミングだったりとかがいつもとね、ちょっとずれてるかなっていう風に見えますね。まあでも初乗りでね、めちゃくちゃ調子いいボードってあまりないと思うんで、まあ、そういうボードはね、本当にマジックボードだと思うんですけど、まあね、試合の前っていうのもあって、まあ一応乗ってみてっていう感じだと思うんですけど、まあ、フィンもね、新しいんで、本当全部が新しい状態でやってるので、まあね、袖を踏まえてね、見てみると、まあ全然うまく乗れてるのかなというふうには思います。さあ、海作上がってきました。さあ、最後はね、ちょっと波がね、一気にこう入ってきてて、めちゃくちゃ見失っちゃって、一発目からね、撮るのがなかなかできなかったんですけど、まあ、最初のね、方は結構まあ撮れたかなと思うので、まあ、次のね、ラウンドしっかり収めたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様でした。波がね、結構見てるより入ると難しいですね。うーん、あとフィンがね、ちょっと硬いからターンするのがちょっと難しいんですけど、はいはいはい、ニューボードはなんか反応はいいし、すごい速いんで良さそうっす。なるほど。波のその当てるタイミングがまだちょっとフィットできてないんで、はい、そこはちょっと多分ね、まだ運転して疲れてるのもあるし、はい、まあ、だんだんフィットできるようになっていくと思うんですけど、でもフィンはちょっとシャープアイのフィンにしてみて、そうです、試した方がもうちょいなんかこうフレックスあるから、はい、こうフィットできる感じがあるかもしれないんで、うん、ちょっと試してみてって感じです、はい、見た目どうですか。見た目、まあ多分ボードの調子は悪くないと思うんですけど、なんか全体的に見てて悪くないけど、やっぱなんかその若干こうハマりきってないなっていうのが、まだ全然ハマ、自分でも全くしっくりきてないんで、はい、ちょっとなんか波は悪くなってきたけど、もうちょい多分慣れてるフィンでやって、はい、しっくりくるターンできるようにちょっと次やっていきたいと思います。はい、はい、お願いします。お願いします。さあ、海作2ラウンド目入水していきます。今度はね、
フィンをシャープアイのねフィンに変えて入水していきます。まあ次はね自分も見失わないようにねしっかりと追って頑張って収めていきたいと思います。さあ早速ね1本目乗ったんですけど、やっぱりねシャープアイのフィン合ってるのかなというふうに見えますね。かなり元のターンもねスムースで、まあねこうバッチリこうリップするって感じではなかったんですけど、でもかなりねスムースなライン取りをしてましたね。まあ、もう少し見ていきましょう。おほほー熱っ。さあ快速2本目でねかなりガン決めしてきました。フィニッシュにはねリバースも入れてバリエーションのねあるサーフィンを見せてくれました。やっぱりねフィンを変えていきなりねサーフィンがめちゃくちゃ調子良さそうですね。やっぱニューボードもねやっぱりフィーリングが良さそうですね。 HT2 かなり快速も気に入って乗ってるので、やはりね調子は良さそうです。まあでもねこんだけフィン一つでね変わるんで、やっぱサーフィンってめちゃくちゃ面白いですね。セットがね入ってきてうねりがねめちゃくちゃ見えますね。さあ海賊君ここにいます。さあのセット乗れるでしょうか。さあ乗ります。さあやはりね調子良さそうです。かなりねフィニッシュのねピンアウトもかなり良かったです。さあ今もしっかりと3発ね決めてきました。さあそして波がね結構来てます。ここはね食らうとね結構はまりそうなので、若干ね沖に出るの大変って言ってましたね。まあ確かにねこうサイズも胸肩ぐらいありそうなので、来始めるとねこういう風にもうねスープで埋め尽くされちゃうので、なかなかね沖に出るの大変そうです。さあまた入ってきますね。さあもうこれでね海作はどこにいるか分かんなくなります。さあ快速2ラウンド目上がってきます。やっぱりねフィンを変えてねめちゃくちゃ調子良さそうに、ね、なってたので、かなりフィーリングが良かったんじゃないかなと思います。まあね見ててもね明らかにこう動きがね変わってたので、まあ確実にフィンはこっちの方がハマってるのかなというふうに思いました。ボードのねフィーリングも良さそうですね。まあちょっとどんな感じだったか快速にも聞いてみましょう。お疲れ様です。お疲れ様でした。こっちっすね。いやもう全然見てても明らかに動きが変わってたんすね。やっぱフィンでだいぶ変わるんで、でもこっちも可能性がすごい、 JS のフィンもすごい可能性を秘めてて、はい、多分ボードの種類によっては絶対フィットしそうなのは分かったんですけど、
このスワローのやつにはシャープアイのラージの方が慣れてるからフィットしてる感じだったんで、板はもう全然いいですね。感触はすごく良くて、今2ラウンド目でだいぶバックサイドは分かってきて、そうですね、あとは当てるタイミングがやっぱまだちょっと波の 特性にちょっと合わせられてないんで、そこをもうちょい、あと多分 2,3 ラウンドぐらいやれば、はい、もっとフィットしたターンができるようになってくるんで、だんだん釘沼の癖が抜けてきた感じがあるから、はい、ずっと釘沼でやっちゃってたんで、だいぶここの波結構好きなんで、レギュラーずっと張ってくる波を見て、はい、その波をちょっともう、もう1ラウンドやらせてもらって、ちょっともうちょい試してちょっと板変えてみて、次ラウンドテールの方でやってみて、はい、でまたちょっとフィードバックしたいと思います。わかりました、お願いします。お願いします。さあ、海佐くん3ラウンド目、今度はね、ボードをシャープアイのラウンドテールに変更して入水していきました。まあ、あのボードはね、海佐くんかなり乗り込んでるので、もうね、完全に慣れてると思うので、しっかりとね、決めて見せてくれると思います。まあ、このボードとさっき乗ってたボードね、どっちが良さそうか見て、まあ、試合にね、どっちのボードで挑むのか決めるんだと思います。まあ、見ていきましょう。さあ、海佐くん若干苦戦しているように見えます。まあ、ボードがね、いきなりスワローからラウンドに変わったので、若干乗り味がね違うと思うので、そこにねちょっと苦戦しているのでしょうか。あー、今のもね一発目追いつけなかったですね、すいません。あー、マジで海佐くんが見当たりません。どこにいるでしょうか。バイスね、今超見失ってます。もう姿がね1ミリも映らないので、どこにいるんだろう。やばいっすね、波がどんどん来てて、さらにねさっきよりも見えなくなっております。うわー、いい波ですね。これは海佐くんどこでしょう。ちょっと頑張って探します。さあ、これはおそらく海佐くんっぽいですね。ようやく見つかりました。もしかしたらね、多分1本乗ってたと思うんですよね。さっきパドリングしてたんで、いやー取れなかったですね、すみません。さあ、海佐くんしっかりとね2発決めてきました。ちょっとねさっきまではねバックハンドで一発当ててね、こうパーリングしちゃうのが目立ってたんですけど、しっかりねそこを修正して今のは決めてきました。海佐くん上がってきました。今のラウンドはねちょっとね途中見失っちゃうのが結構多くてね、振り逃しちゃうのは何本か多分あったと思うんですけど、まあしっかりとねこうボードのフィーリングは海佐くん確かめられたと思うので、だったと思います。お疲れ様です。お疲れ様でした。いやー、最初ちょっと歯車合わせて、はい、鬼のワイプアウトらしく珍しく刺さってました。なんかね、いろいろ試そうとしちゃってて、はい、で最後ちょっと分かんなくなるそうだから戻して、はい、したらちゃんとフィットしてきたから、うん、いつも通りやれたんですけど、ちょっと最近あのコナゴレアリーさんとセッションしてたから、いろいろ試したいことがありすぎて、はい、ちょっとなんか頭の中がこうずれ始めてるんですけど、まあ、ちょっと試合終わってからにしないとダメだなっていうので、ちょっと切り替えて今戻して、はい、ちゃんとあのメイクしないと試合点数がないので、はい、いろいろ試してたんで、ラウンドもハマれば全然悪くはなさそうかなって感じはあるけど、
どうですか見た目は。でもやっぱりスワローの方がなんか切れてる、キレがある感じがして、でまあなんかあのフィニッシュとかも結構なんか抜け具合とかもなんかスワローの方が見栄えがいいのかな、まあ、見栄えがいい、はい、やっぱスワロー相性いいんですよ僕。この宮崎の97波で結構、はいはい、スワローの板で結構いい戦いできてるんで、そうなんです、ちょっとスワローで行こうかな、はい、なんかその方が結構見栄えはいいかなっていうふうに思いました。なんか調子良さそうですけど、うん、この波に対してだとなんかスワローの方がなんかしっくりきてるかなっていうふうに見えました。わかりました。じゃあちょっとまた後で映像を見てみて、はい、調整したいと思います。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、というわけでついに宮崎入りしまして、 JPSA の最終戦がね明日から行われるみたいなんですけど、僕の出番は多分月曜日、スケジュールも出てて出番は多分月曜日からになると思うんで、まあ、あと1日しっかり調整できるんで、まあ、今日2本ボードテストして、まあ、フィン試したりとかして会場の波に慣れるために急に7ラウンドからやったんですけど、まあ乗りやすいっちゃ乗りやすいんですけど、癖があるっちゃ癖があるんで、まあ、しっかりそのこけないようにかつ攻めてあのいいターンが決めれるようにもうちょい調整して明日また頑張っていきたいと思います。で試合編は宮崎アップし続けられるようにちょっと頑張っていこうと思うんで、皆さんその辺も応援のほどよろしくお願いします。というわけで、あのコメントいいねあのたくさんお待ちしてるんで、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、というわけでルイ君、今日から宮崎ライフが始まっていくんですけど、はい、ちょっと今日はねあのセッション、あの動画には残せなかったんですけど、はい、これからねこのあと夕方ね、そうですね、サーフセッションして宮崎の波を満喫しましょう。はい、結構見てる感じどうでした、波。難しそうですね。なんか、うん、最初海沙くんが入ったばっかの時は、うんうん、意外とこう形いいの来てたんですけど、最後の方、うん、結構ダンパーの波が多かった、そうね、引いてきた感じだね、はい、潮引いちゃうと、まあ、多分すごいワイドになって難しいかも、ね、まあでもいい波はまだバンバン来てたんで、ね、久米湾に100本ぐらい持って帰りたい、そうっすね間違いないっす、波質が違うから、はい、すごいパワーもあって乗り味はすごい楽しかったっすね。なるほど、夕方やりましょう。はい、お願いします。ありがとうございました。明日からもよろしくお願いします。お願いします。